教会のバビロニア補修病死、教会のバビロニア補修、または、教会のバビロニア補修についての助曲は、ドイツの宗教改革者、マルティン・ルターによる著書。1520年に発表された彼の三大論考の一つ。彼はこの論考において、強硬性のもとにあるすべてのキリスト者を、バビロニアの支配下に置かれた、エルサレムの人々になぞらえ、そこからの解放を訴えた。 この著書の中で、ルターは中世カトリック教会の七つの秘跡に聖書の光を当てた。例えば生産に関して、彼は一般信者も生産の武道酒に預かることができると主張し、そこにイエス・キリストの血と肉が真に厳然するということは肯定する一方で、性変化という考えを退りけた。また生産が神へ捧げられた犠牲であるという教えを否定した。 先例についても、ルターは非先例者のうちで誤示される信仰と結びついた時にだけ疑念が起こると説いている。だが、それでは後に堕落しうる人々さえも救済されるということになってしまうという意見もある。また国会の本質は信仰をもって長居された上での約束の言葉にあるのだとされた。神聖なる定めと神聖なる許しの約束とに結びつけられた生産。 先例国会の三つだけが秘跡として扱われ得る。しかも厳密には、神から定められた物質的な印を持った生産と、先例だけがそうなのである。つまり、生産におけるパンと武道酒であり、先例における水である。ルターは、本書の中で他の四つの秘跡を認めていない。この論考でルターは、以下の三つが、補修的だとみなしている。第一に、 主の晩餐での武道種を一般信徒から取り上げていること、第二に性変化の教え、第三にローマカトリック教会がミサをイエスとの霊的な交わりではなく、むしろ訓義だと説いていることである。強硬性を攻撃する、教会のバビロニア補修の語り口には、土器があった。しかしルターはためらいがちに、ドイツ貴族に与える賞を引き合いに出し、法王が、 反キリスト的であるとはっきりと非難したのは、これが初めてだとも述べている。明らかに本書を境にして、ルターの考えは先鋭化した。ほんの一年前には、秘跡の正当性を擁護していたのだが、この頃にはもうそれを激しく攻撃している。本書は、ラテン語で出版されたが、ストラスブールのフランシスコ会で、ルターを批判していた、トーマス・マーナによって、すぐにドイツ語に翻訳された。 ルターの思想の過激さを人々に知らしめることで彼らはルターを。しかし実際には正反対のことが起こった。マーナーの翻訳はルターの思想がドイツ中に広まることを助けたのだった。だが、ルターの言葉遣いにある辛辣さに不愉快になる者もいた。有名な人文主義者であるエラスムスは、それまでルター派の運動を慎重な態度ながら支持していたが、 強硬性への過劣な弾劾を含んだこの著作の出版後には、ルターの改革への呼びかけに手を貸すべきではないと確信するようになった。教会のバビロニア補修という題は、大出馬中のアビニョン補修という困難な時期を踏まえたものでもある。1305年から1416年までの長期に渡る危機を、ローマカトリック教会は耐えなければならなかった。その間に、 教会の権威が揺らぎ、一枚岩ではなくなり、公然と異議申し立てをされるようになった。大シスマの終わり頃にはまだ教会の権威は全く保たれているかに見えたが、後に広がる宗教改革の種は当時すでにまかれていたのである。教会大分裂、アビニョン補修、および対立教皇も参照。ありがとうございます。